火起こしを開始しました。このアングルいいですね。現在6時半、まだ明るい。あー、お腹空いてないな。そんなに疲れちゃって、このフランフランのね扇風機、今日すごい活躍を見せました。見ててください。音聞こえます？やば、買ってよかった。早速使っちゃいました、グリルブリッジ。そして新しく買ったスキレットのシーズニングですかね。見よう見まねでやってます。今あのオリーブオイルを敷いて拭いてみたんですけど、やばいっすね、真っ黒焦点が。これはまずいわ。もうちょいやります。見てくださいこれ、なんかぽくないっすか。ぽいですよね、キャンパーっぽいですよね。こっち焚き火、ただルーメナの光がかなり明るいですね。やっぱり電球色の温かみが全く、電球色のに変えられるんですけどね、手元が明るい方がやっぱりいいんで。今からパスタ作ります。パスタ作る前に乾杯ですね。本日は銀河高原ビールがなかったので、夜な夜なエール買いました。あ、ちょっと逆光ですね、ごめんなさい。逆光？え、影になってますね。これ初めて飲むかも。いやー、喉乾いた。おっと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 、じゃあいただきます。乾杯。ほんと全く寝てないから染みそう。あんま好きじゃないかもしれないな、これはな。じゃあパスタ入れます。よいしょよいしょ。これを9分茹でます。はい、じゃあ今からアサリのボンゴレ作ります。オリーブオイル敷いたので、ちょっとね作り方わかんないですけどね、ガーリック適当にパー垂らし、あー、じゃあこぼした、すごいこぼした、もったいない。これ高い、このオリオンガーリック、オリオン？オニオンガーリック？え？で、唐辛子ちょっと、わかんないですけどね。1、2個ポンポンとかけて。まあ、あれでしょ？あれですから、結局は。ペペロンチーノにバター入ってるみたいな感じで、あと最後に、ね。あれすればいいんでしょ？あれ。茹で汁？入れて、アサリボンボン投げればいいんでしょ？まあ、塩味先に、俺は、もっとイタリアンレストランで、キッチンやってたんで、レシピ見なくてもいけますよ、大体。あ、ちょっと危ねえな、これ。茹で汁入れた方がいいかもしれないな。はい、まあこんな感じですね。オリーブオイル足んないな。あ、足りるかな。うん、うん。パスタ作ってる間に、ちょっと、ステーキも焼いちゃいます。よいしょ。もも肉ですね、これは。おわった、熱い熱い熱い。バジルとかいっちゃう、ガーリック、ガーリックいっちゃうか。粗挽きガーリック、ババ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 、イエーイほう、あれ蓋外れだなどうすんだこれあー、受けた。はい、アサリのボンゴレとナイフがね、オーマイガー、もも肉ですね、ステーキの。ちょっと切りたいんだけどナイフが出てこない。ナイフを今から出します。さあ、焼き加減はどうでしょうかね。毎回ね、はい、ガッチガチガッチガチです。ガッチガチのウェルダン。いやね、
踊るね。いや、ちょっと同時進行しすぎた、言い訳としては。まあただ味が相当染みてると思うので、味は美味しいと思いますよ。じゃあちょっといただいちゃいます。ちょっとこのまま手でね。あれ見て、奇跡、サクサク、ちょっとぼやけちゃってるかな。まあいいや、いただきます。うん、硬すぎ。ありがとうございます。はい、こちらがアサリのボンゴレですね。右手で食べちゃうと隠れちゃうので、左手で食べます。これは美味しいでしょう、さすがに。いただきます。これはうまい、マジでうまい、本当に美味しい。ありがとうございます。じゃあ次はトマトソース系のパスタ作ります。まあ同じような感じで適当に、油でニンニク炒めて、唐辛子炒めて、エビ入ります。エビ軽めに炒めて放置しておきましょうかね、プリプリのまんま。はい、で急いで塩コショウ、はい、じゃあホール缶を流し込みます。ちょっとやばいやばい、買った、あやばい、飽きんない、ドロッドロ、あ出てこないな、1個出てきた、あー結構多いな。おっと風、そして風、いいやばい、風もうやめてくれ、風風やめてくれ、嵐をやめ、熱い。はい、メインディッシュのメインディッシュのステーキですね。これ見た目すごい美味しそうなんですけど、500円なんですよ、ベイシアで。ベイシアね、これ結構でかいからそこそこ振っちゃっていいかななんて思ったりしてる。で強火ですね、かなり強火なんで、パッ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 と表面だけ焼いて、表面だけ焼いて、もう裏面焼いて、今度こそレア、いきますわ。はい、いきまーす、裏返します。はい、見せてください。はいはい、張り付いてる、あ危ない、張り付いてる。おっと、いきまーす。おっと、はい、いいね。で、これあと、数分ですね、数分、1分ぐらい焼いたら揚げちゃいます。はい、揚げます。よいしょ、じゃあそのまま見ますか。もう見えてますね、中がね。まずいだろ、これは。ちょっとこれはまずいな。ただこれを焼い、こんくらいの後中に各々で少しだけヒートしてくると激うまだから、マジ知ってる俺。じゃあちょっと後で食べるシーン撮りますんで、一回切っちゃいます。いえ、はい、今ステーキプレートで焼いたステーキですね。多分ね、レアでできてるから美味しいはず。いただきます。激うま、500円とは思えない、やば、本当に美味しい。時間も遅くなってきて、最後の締めがちょっと逆光、また影になっちゃうな。トマトソースパスタで締めますと、お酒やっと2本目ですね、ハイネケン。これで今日は終わりかな。あとは焚き火眺めてゆっくりして寝ようかな。美味しそう。はい、じゃあ最後の
トマトソース、はい、シーフードトマトソースぶっかけパスタですね。ちょっと影になっちゃうかな。こんな感じでアサリとトマトソースとエビですね。とあと、鷹の爪、ちょっと余るな。これは好みで、あとは保温してるんでかけてくださいっていうような感じですね。で最後にバジルをわさ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 ささささささとかけて、はい、完成。では実食。では食べてみます。あ、ちょっとトマトソース薄いかな。まあまあいいや。あ、薄そうだな。まあ味濃いめにしたんで、いただきまーす。うまっ。本当に美味しい。よかった、今日キャンプやって全てが報われた。ご飯も食べ終わりまして、ただいま焚き火タイムです。疲れました、今日は本当に疲れました。ただやっぱり楽しかったです。本当にキャンプは楽しい。いろいろと学びましたね。ペグも多分、ペグとハンマーとかね、買った方がいいですね。あとはこの後は、洗い物だけしに行ってテントの中でちょっと飲んで寝ようかなと思います。ではおやすみなさーい。眠れないよ。どうしたらいいんだよ。怖いよ。おはようございます。7時です。よく眠れました。よく眠れたけど、もうこの状態です。朝起きたらいろんなものが吹っ飛んでて、見てください。寝る時もね、いつテントが崩れるのか不安で不安で大変でした。ただもう11時です。片付けをしている最中に突然の大雨と、もう風が強すぎてテントが全然畳めなくて、急いで片付けていて、後ろのトランクにいろんなものを、荷物詰め込んでいたら、突然車の鍵が開かなくなるという、トランクがね、開けなくなりました。なので今無理やり車の中に全て押し込んだ状態です。鍵がね、本当にやばいっす。というほろ苦い、今回はすごいほろ苦いキャンプとなってしまいました。車がちょっと心配ですね。この後はもう11時に今日一番楽しみにしてたうどん屋さん、
富士吉田うどんの行きつけのお店に行って最後に癒されたいと思います。まずちょっと車の鍵を直さないと走行すらできないんで直します。では、ぜひですね、今回のキャンプ面白かったな、勉強になったな、勉強で参考になったな、こんなかわいそうな人もいるんだなと思っていただいた方いらっしゃいましたら、ぜひ、高評価、チャンネル登録などしていただけたら嬉しいです。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。